こんにちは、武田夏実です。本日はテーラーメイド銀座店にフィッティングを受けにやってきました。どんな結果になるか楽しみです。テーラーメイド銀座店はクラブやアパレルはもちろん、バッグや小物までテーラーメイドのほぼ全てのプロダクトが揃う旗艦店です。それでは早速よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日はドライバーをまず見ていただきたくて、はい、今のドライバーってもうだいぶ長く使ってるんですね。多分3年くらい使っててスイングも変わってきてると思うので、はい、それが今合ってるのかっていうのも見ていただきたいのと、はい、あとは結構球がスライス出ちゃうんですよね。あ、はい、でそれは今スイングで直そうとはしてるんですけど、はい、ちょっとクラブで柔らげることもできるのかなとかいうのも気になってます。はい、かしこまりました、はい、今そのレッスンに通ってて、はい、その時に今のドライバーだとスピンがちょっと多いんじゃないかって話もされてて、なるほど、はい、なのでこう高く上がりすぎちゃうのとかもそれが原因なのかなと思ったり、はい、まあ、フェースが開くとどうしてもスライスとスピン量が増えてしまうので、はい、まあ、スイング軌道っていう面ももちろんあると思います、はい、ちょっと一度打っていただきたいと思うんですけど、はい、よろしいですか。はい、お願いします、はい、まずは自分のドライバーを打ってそのデータを分析してもらうことに。ちょっとあんまりスライスは出なかったんですけど、女性にしてはやっぱスピードはやや速いです、はい、まあ、下目に当たっているので、うん、はい、高さが出なくて、うん、まあ、アウトサイドインの やはりこれでオープンになるとスライスは出やすくはなってしまうんですけど、はい、今みたいにクローズドフェースで入ってきたらまっすぐ左へ行くボールが出るかなっていう感じですね、うんうん、まあ、スライス出ちゃうときは絶対に開いて入ってきてます、はい、まあ、このインパクト時の打点もヒールによってるので、うん、まあ、これもスライスしやすい原因かなという感じです。なるほど、もう一球打っていただいてもよろしいですか。はい、お願いします。はい、ちょっとややスライス、うん、こういう球の方が実際多いですね、はい、さっきと違ってオープンフェースになっているので、うん、まあ、ややフェード、まあ、打点がヒールっていうところはちょっと改善できたらいいかなと思いますけども、はい、ちょっとテーラーメイドのクラブ打っていただいてもいいですか。はい、打ってみたいです、はい、いよいよテーラーメイドのクラブを出せてもらいます。シムグローレウィメンズドライバー、捕まって飛ぶと評判のシムグローレを女性用に軽く短くしたドライバーです。実は私のお気に入りのデザイン、とっても可愛いですよね。シム2マックス D ウィメンズドライバー、低スピンで強い球が打てるシム2の性能を女性用にアレンジしたモデルです。男性用のシム2と同じコスメで、女性用としてはちょっと強そうな感じですよね。シムグローレウィメンズよりも 30g くらい重いんだそうです。ヘッドスピードはややあるんですけれども、はい、捕まりを持たせたいというところで、うん、まずシムグローレを打っていただきたいです、はいはい、で今まで 13.5 度使ってたと思うんですけど、はい、12.5 度のヘッドで、うん、はい、今 L シャフトっていう、はい、ちょっと柔らかいシャフトでまず打っていただきたいです、うんうん、はい、お願いします。お願いします。見た目がね、可愛いですこれ、うん、もう一球打っていただいてもいいですか。はい、もちろんです。女性用ドライバーを打ってみたのですが、どうもいい数字が出ません。ちょっと一回こっちも打ってもらっていいですか。はい、ありがとうございます。身長が高いので、はい、ちょっと長さあってもいいかもしれないです。フィッターの飯塚さんが用意してくれたのは男性用のシムグローレドライバー、まあ、うん、でも私に打てるんでしょうか。お、いいですね、飛ぶ本当だ、はい、よし、はい、身長もあるので長さを出しても、はい、で長い分だけちょっとインパクトも先っぽに寄ってきてくれるので、うんうん、はいはい、そんなスライスとかはしにくくなります。私は長い方がいいんですね。長い方が良さそうですね。
とフェードでも飛びますね。まあ、長さがある分だけヘッドスピードも速くなりますし、はい、身長も腕も長いので、はい、あの長さがあっても全然振れるっていうところ で今まで短くて軽かったので割と手が先行してしまってヒールに当たりがちだったんですけど、長さと重さをちょっと出してあげることで自分で振っていこうとしてくれるんで遠で打ちやすくなってちょっとスライスは減るかなと思います。あ、そうなんですね、はい、飛距離も10ヤードぐらいは、はい、上がると思います。なんかドライバー変な球がよく出るので、はい、むしろもっと軽くて短くて女の子の優しいクラブがいいんじゃないかって思ったりしてたんですけ ど、はい、違うんですね。そんなことないですね、はい、結構そういうお客様も多いんですけど、意外とあの長くて振れるなら、はい、あの長いもの振ってもらった方がいいです。なるほど、はい、意外にも私に合っていたのは男性用のシムグローレドライバーという結果に全く予想外でした。このシムグローレからショットが 40g 台ですごく軽量なので、はい、女性の方でも使っていただきやすいと思います。結構女性でもこのメンズの選ばれる方っていらっしゃるんですか？はい、最近は結構いらっしゃいます。へー、色的にはこのシムグローレのレディースの方が可愛いって思ってきたんですけど、はい、これ色は これですもんね。色はそうですね。コスメはこっちの方がいいですね。474のある一回こっちが、はい、こっちがます、はい、あ、何が違うんですか？で、まあ、ヘッドは一緒です。 11.5 度の男性ものっていうところは一緒で、はい、シャフトが藤倉さんのエボセブンっていうシリーズ で 40g 台で一緒で、はい、フレックスも R っていうところ一緒です、うんうん、ただちょっとこっちの方が硬く感じると思います。おー、いいボールですね。すごい。本当だ本当だ、うん、変わりますね。変わりますね。はい、スピン量ってどうなったんですかね。3059まで落ちました。はい、さっき5000とかありましたよね、はい、ありました。もうもっとすごい時7000とかあったので、はい、だいぶ落ちました。女性だったら3000あってもいいと思います。はい、で今 8.6 ヤードしか曲がってないので。あ、いいですね、はい、すごくいいですね。さっきまですごいスライス出ちゃってたのに、はい、さっきまで30ヤードぐらいよく出ますいいですね。ボールもちょっと強く感じますし、はい、すごいこのシャフトいいと思います。へ、まあ、ラウンドしてて多分疲れないのはこっちかもしれないですね。さっきの柔らかい方、はいはいはい、1球に対するボールの強さはこっちの方があると思います、はい。まあ、でもコスメも女性だったら白っぽい方が。そうですよね、はい、そうコスメで選んでもこっちの方がいいかもしれないですね。可愛いですね、はい、ちょっと私にはこうハイレベルすぎたりしないですか？あ、そんなことないです。あのキックポイントも先中上司って言って先がちょっと走りやすいシャフトになっているので、はい、うんうん、女性の方でも使いやすいシャフトだと思います。そうなんですね。ここまででシムグローレとシム2マックス D 女性用打っていただきましたけれども、はい、ちょっとあの長さが欲しいっていうところと、うん、女性用だとちょっと軽すぎるっていうところで、はい、メンズのシムグローレのヘッドで純正のエアスピーダーフレックス R かスピーダーのエボセブンのフレックス R 同じ 40g 台になってます、はい。この辺がよろしいんじゃないかと思います。レディースじゃなかったですメンズの方がいいんですね。はい、でこの2種類はヘッドも走ってくれますし、はい、つかまりがいいので、はい、冒頭でおっしゃっていただいたお悩みはこれで解決できるんじゃないかと思います。なるほど、重さ自体はそんなに変わらないんですけど、はい、トルクとかがこっちの方が多いのでしなりはしやすいです。しなりやすい、はい、しなりやすい方が曲がります？あ、つかまります。つかまる、つかまってちょっと打ち出しも出やすいです。はい、あ、でもちょっと長いんでしたっけ？そうです、46インチです。なるほど。でこっちが 45.5 インチ、はい、短い方が楽ですかね。今まで女性を使ってたので、はい、長さの差は結構46インチなど出ちゃうので、そうですよね。そう考えた時に振りやすいのは、はい、白いコスメのエボセブンの方が振りやすさはあると思います。で今あのシダだと、はい、あの
現状ある長さでしかしていただけないんですけど、はい、カスタムで 0.25 インチずつで、短くしたり長くしたりしていただけるので。ああ、そうなんですね、はい、ぜひカスタムしていただけたらいいと思います、はいはい、なんか難しい気がしてたんですけど意外と普通に打てるものなんですね。打っていただけます。ヘッドはすごく優しいヘッドですので、うん、はい、はい、絶対にこのどっちかになるだろうと思ってきたんですけど身長もありますかね。そうですね、はい、身長と腕の長さもあるので、はい、うん、はい、今日シムグローレシム2を求めてまいりましたがメンズのシムグローレが私に最適そうでした。ちょっと見た目も普通のシムグローレよりもちょっとカスタムできて女性らしくできたりとかいろいろできそうなのでこの後さらにちょっとカスタムしてもらいたいかなと思います。これでした。